元気ですかお疲れ様ですまあたまにはねビジネスのことを話しようかと思いますけどもやっぱビジネスにおいて最も大事なのは信頼関係だと思うんですよねお金を払ったらちゃんと納品されるのかとかね納品していただいた後サポートはきちんとやっていただけるのか、まあ、やっぱりね吉谷さ,さんとかのサポートレベルを期待すると結構他の商品っていうのはくすんでくると思うんですよねで私思うんですけども ビジネスに詳しい人って結構ね、うまくいかないんじゃないかなと。あのビジネスに詳しいっていうのはいろんな意味がありますけども、あっちのビジネスはこうですよ、こっちのビジネスはこうですよ、そっちのビジネスはこうですよっていうふうに、いわゆるね、業界通の方ってあんまりうまくいかないんじゃないかなと思うんですよ。あのこれ、ネットワークビジネスによく見られるんですけども、なんかのネットワークビジネスのね、あのセミナーとか参加して、そのビジネスの話してると、こんなネットワーク知ってるとか、あっちのネットワークね、こういうふうにしてるんだよ。 いや、このビジネスはここが違うよねとか言うんだけど、本当に詳しいんですよ。ネットワークビジネスあっちもこっちもそっちも詳しいのに、なんで儲けてないのって話なんですよね。だから、今回ね、私が思うのは、一点を深掘りすることじゃないかなと思うんですよ。それこそね、信じられることも信じられないことも、とにかくね、骨の髄までやってみるってこと。で、一個のビジネスをそこまで追求して、槍にやり込むと、例えばね、インチキなしあのビジネスでも、本当に成就すると思うんですよ。 まあつまりビジネスっていうのは結局アクセスをどう取るかって問題ですよね集客集客がある程度あれば適当な商品でも売れるわってことに気付くんですよ例えば詐欺商材は何で買ったんでしょうかそれは詐欺商材を売ってる人がアクセスを集めたそのアクセスに引っかかったからなんですよねだから詐欺をやってるやつでも集客力はあるんですよ、ね、集客力をもとにサポートする気のないことをやるから詐欺になっちゃうんですよね商品が おろそかなのかもしれませんしね。で、詐欺をやる人は、セールス力もあるんですよ。本当に素晴らしいキャッチコピーと、動画とかね、対談の動画とかで、心をその気にさせてくれるでしょ。だから、あそこは抜きすむべきなんですよ。で、詐欺師と違うのは、徹底的にサポートして、最後までコミットすることですよね。連絡来たら、鋭い質問でもちゃんと答えてあげることとか、困っていたら助けてあげること。 結局、ビジネスの信頼関係って、結果が出なくても、この人は徹底的に自分のために、あの手この手をやってくれたなと思えば、結果が思うように出なくても、高い満足度があって、今度その人が出す商品、次は期待して買ってみようかなというふうになると思うんですよね。もちろん、最初の一発で思うような結果が出て、卒業していくのが一番なんですけども。でも、やっぱりビジネスって、自分が扱えるものか扱えないものかっていうところもあるじゃないですか。 例えば、転売っていうのがありますけども、あれはね、誰よりも結果が出しやすい、まあそんなカテゴリーになるわけですけども、その代わり作業量むちゃくちゃ多いんですよね。で、あと、誰でも簡単に結果が出せるってことは、結局、過当競争に巻き込まれるってことなんで、ライバルに勝つ術ってのを、他でも学ばなくちゃいけないんですよね。だから、簡単な商品、簡単なビジネスっていうのは、ライバルとの戦い方を、いかに身につけていくかってことなんで、 個人の戦闘力がすすごく大事になってきます、まあ、その代わりニッチで独特なやつは参入する人は少ないんだけどもたまたまそのビジネスに自分がスポッとハマってない限りは厳しいってことになりますよね例えば YouTube チャンネルでねあの顔を出さない YouTube の中でもいろいろね私考えたんですけども神社仏閣ばっかりをね撮影してるのコメントも何も入ってないテロップもないようなそんな YouTube チャンネルがあるんですよそうすると神社仏閣マニアっていうのが そのチャンネルに集中しますよねでそれっていうのは神社仏閣の撮影なんて相当な高いモチベーションがないと言ってらんないですよやってらんないし、うん、だからまあ勝てることは勝てるのかなとあと夜中の肝試し動画ですよねたった一人で暗闇でこう暗視カメラでずーっとねあの廃墟とかを入っていくみたいなね暗いトンネル入っていくとか森の中に入っていくとかむちゃくちゃ怖いじゃないですかやっぱそれっていうのは 怖いもの見たさっていうののニーズを満たすような YouTube チャンネルのビジネスにはなるんだけども、実際にそれができないんですよね。多くの人に気持ち悪くて怖くて。で、あと、ね、幽霊じゃなくても事故をするリスクもありますからね。なんか物が落ちてきて、そのまま朝まで気づかれませんでしたとか。そう考えていくと、分かっているんだけど手を出せないわけですよ。それで潜ス消費がちゃんとあるってことですよね。そこで金日を作ったら、もう他の人が入ってきにくいから、ずっと続くってことになると。 まあこういう発想がいっぱいあってで私はとてもじゃないけどもね肝試し動画なんて撮りたくないですからサポートはしませんよとサポートしない限り商品出しませんよってことになってそれができる人に対してこういうアイディアを販売したりとかしますけどもね私はやりませんサポートしません <laughs> そんな商品出しませんみたいなねアイディアは出すけども実際やらないですでもそれをクソ真面目にできる人っていうのはサポートも多分できると思いますしねその他の人が似たようなことをやる可能性は少ないから買っていけるんじゃないかな 思いま,すけどね、まだまだビジネスについて話すことは結構ありますけども、まあ、今回はこの辺にしておきましょうか。